1935年4月10日、ヘルマンとエミーの結婚式1939年、ユーゴスラビア摂取をパブレ・カラジョルジェビチ王子と握手する、エミー。エマ・ヨハンナ・ヘニー・エミー・ゲーリングは、ドイツの政治家、軍人ヘルマン・ゲーリングの5歳。ゲーリングは1931年に、戦災カリン・ゲーリングに先立たれた後、1935年に、このエミーと再婚した。再婚前は、 舞台女優をしていた。エミー・ケーリングは1894年3月24日にチョコレート工場経営者の娘としてハンブルクに生まれた。旧姓はゾンネマン。18歳の時に劇場の女優になり、1916年に俳優カール・ケストリンと結婚しているが、1920年代初めには離婚した。1922年から、 ワイマールの州立劇場の女優となり、1932年にワイマールのカフェでの演劇団の集まりにおいて、ヘルマン・ゲーリングと初めて知り合った。エミーは、ゲーリングの死別した、前妻カリン・ゲーリングへの愛情の深さに感銘を受け、ゲーリングもカリンを気にしてくれるエミーに好感を持ち、彼女にカリンの写真を送るなどしている。これをきっかけに二人は付き合うようになり、 1932年のうちにはワイマールでは女優エミー・ゾンレマンが国会議長ヘルマン・ゲーリングと付き合っていることは公然のものだった。エミーはカリンと同じく金髪壁眼の北欧人種的な女性であった。エミーはゲーリングがカリンを通じて自分を愛していることを知っており、決してカリンと争うことはしなかった。このことはゲーリングに好感を持たせた。 1933年4月にゲーリングがプロイセン州首相となると彼の圧力でエミーはドイツ最名門のベルリン国立劇場の女優となった。そして1935年2月の週末にゲーリングからプロポーズを受け、二人は婚約した。4月10日にゲーリングとエミーの結婚式が催され、この日は祝日となった。3万人の空軍兵士たちが立ち並ぶ中、 ゲーリングとエミーを乗せたオープンカーは収始召喚艇からベルリンの街中を進み、まず総統官房に入った。ここでエミーはヒトラーからいつでも悩みの相談に乗ろうと約束を受けた。続いてベルリン市庁舎へ行き、ここで民事婚で済ませ、さらに挙式のためベルリン大聖堂へと移動した。大聖堂上空にドイツ空軍の戦闘機中隊が出撃して、 デモンストレーションを行い、コウノトリを解き放った。AP 通信の特派員は、まるでカイザーの結婚式だ。と手紙に書いている。その後の豪華なレストラン、カイザーフォーフでの共演には、フィリップ・フォン・ヘッセン、アウグスト・フォン・プロイセン、ゲーリングの最初の妻カリンの義兄エリク・フォン・ドーゼン伯爵など、友人や親戚320名が招待された。ハンブルク氏参事会はエミーに、 銀海でできた船を送り、ブルガリア王ボーリス3世からは、サファイアの指輪がエミーに送られた。結婚後、エミーはゲーリングの希望により、劇場の女優の仕事を辞めた。二人は結婚後、オーバーザルツベルクの自邸で暮らした。ゲーリングとエミーは1938年6月に、一人娘のエタを設けた。ヒトラーに夫人がいなかったため、エミーが第三帝国の ファーストレディの役割を果たすこととなり、彼女はヒトラーの公務の軽減にも功績を残した。エミーは、ブルガリアをボリス3世、ハンガリー王国摂取をホルティ、ギリシアをゲオルギオス2世、イギリスのウィンザー公、チャールズ・リンドバーグなどをカリンハルに迎えている。ドイツ敗戦後にゲーリングが逮捕された後、エミーはニュルンベルク近くのフュルデンシュタイン城で軟禁状態に置かれた。 1945年10月25日にエミーも逮捕され、1946年2月に釈放されるまで刑務所にいた。その後、ニュルンベルク軍事法廷に夫との面会許可を申請し続けたが、なかなか許可が下りず、処刑前の1946年10月7日に30分間の来訪が許された。エミーはゲーリングに最後の別れにこう述べた。 あなたはここにルンベルクであなたの同僚とドイツのためにできることすべてをやった。私はずっとあなたがドイツのために戦い倒れたのだという思いを担い続けるでしょう。一方ゲーリングはこの面会の際に君は固く信じていい。私は決して彼らには吊るされないと述べている。この時エメイはその意味に気づかなかったがヘルマンはすでに毒薬を手に入れており。 自殺を決意していたのだった。エミーは、1947年5月29日に、再び逮捕され、アウクスブルク近くの強制収容所へ送られた。1948年6月に、ひな地下法廷にかけられ、財産の30%没収と強制収容所1年間と、職業停止5年の判決を受けたが、すでに1年以上強制収容所で暮らしていたので、判決後に釈放された。 その後エミーはエッタと共にミュンヘンで暮らし、1967年には回顧録、我が夫の傍らで、を執筆した。その序文においてエミーは、私は政権崩壊後、非常に多数の側から攻撃にさらされている私の夫について、彼の本質と性格を述べ、偽りを改める義務を負っていると感じると述べ、夫、ゲーリングの弁護に努めた。エミーは、その後、 1973年6月10日にミュンヘンにおいてその波乱の生涯を終えた。ありがとうございます。